アメリカ大陸アメリカ大陸の発見とは、アメリカ大陸への最初の到達を意味する歴史学用語である。コロンブスの上陸百4 9 2年10月12日、クリストファー・コロンブスがヨーロッパから大西洋を横断し、アメリカ大陸周辺の島であるサンサルバドル島に到達した。コロンブスを契機として多くの航海者がヨーロッパからアメリカ大陸へと渡り、 ヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の植民地化が進んだ。ヨーロッパ世界にとっては、コロンブスのアメリカ大陸周辺諸島への到達は、新世界の発見に他ならず、その後のアメリカ大陸の奇数を決定づける象徴的な出来事であったことから、長らくアメリカ大陸の発見という言葉で語られてきた。一方で、コロンブス以前からアメリカ州の先住民族が定住していたことは、 動かぬ事実であるから、全人類の中で初めてこの大陸を発見した人物がコロンブスでないことは言うまでもない。先住民族らからは、アメリカ大陸の発見は、ヨーロッパ中心主義に基づいた不適切な言葉であると、たびたび批判されてきた。さらに、先住民族以外にも様々な文化圏の人々が、コロンブス以前にアメリカ大陸に到達していた可能性が指摘されるようになっている。 ここでは、ヨーロッパ世界の人々だけでなく、先住民族及び各文化圏の人々によるアメリカ大陸への到達をいずれもアメリカ大陸の発見であると定義し、発見の歴史を俯瞰する。アメリカ州の先住民族人類で最初にこの大陸を発見したのは、アメリカ州の先住民族の祖先のうちの誰かであると考えられている。しかし、 いつどうやって発見したのかは分かっていない。1960年代まで通説とされていたのは、約2.1万年前の LGM から約1.2万年前の最終表記終了までの間に、北アメリカ大陸に最初の人類が到達し、これらの人々がアメリカ先住民族の共通の祖先になったとする説である。概略すると次のような説である。 ベーリング地峡 LGM の時期、地球の寒冷化に伴い、海水が氷雪として陸地に積み重なった結果、地球全体で海面が大きく低下した。これにより、ベーリング海の一部が陸地と化し、ユーラシア大陸北東部のシベリアと、アメリカ大陸北西部のアラスカ島を陸続きでつなぐベーリング地峡が形成された。このベーリング地峡を通って、モンゴロイド系の人々がアラスカに到達した。 しかし、当時は、現在のカナダが厚いローレンタイド表彰に覆われており、人々は数千年間行く手を阻まれていた。表記の終わりが近づいて地球が温暖化し始めた1.4万年前頃から、海面の上昇によって、ベイリング地境は水没し、人々は退路を断たれたが、一方で、ローレンタイド表彰の一部が溶けて、カナダへ進出するための道が開けた。 無表の回廊を通って南下した人々は各地に広まり、一部の人々はさらに南下してやがて南アメリカ大陸まで到達した。こうしてベイリング地峡から来た人々はアメリカ先住民族の共通な祖先となった。クロービスの石器この説を裏付ける最大の根拠とされていたのが20世紀前半にアメリカ大陸各地で発見されたクロービス文化の痕跡である。 クロービス文化は特徴的な形状を持つ石器文化であり1.3万年前頃にアメリカ大陸北部で現れ徐々に広まっていった。当時この文化はアメリカ大陸の最初の人類の文化とされ最終表記後期に北方から人類が流入したことを示す証拠と考えられていた。ルジア・ウーマンこれに対し1970年代以降 様々な新証拠が発見され、クロービスファースト仮説は否定されている。1974年、ブラジル南東部のベロオリゾンテ付近から約1.1万年前の人骨が発見された。1975年、チリ南部で発見されたモンテベルデの遺跡からは、約1.5万年前に人類が定住していた証拠が発見された。これらの相次ぐ発見は、 最終表記の後期には、すでに南アメリカ大陸に人類が定住していたことを示唆するものであり、ローレンタイド表彰が解けるのを待って人類が南化したとするクロービスファースト仮説は時系列に重大な疑義が生じた。ペトラ・フラダその後もクロービスファースト仮説の時系列と矛盾する証拠が次々と見つかり、 2003年には、ブラジルセラダ・カピバラ国立公園にあるペトラ・フラダの遺跡で約4万年前に人類が火を使用した痕跡が見つかったとの調査結果が発表された。21世紀以降の先住民族の遺伝子調査では、異なる遺伝子を持つ人々の存在が示唆された。2010年代に入ると、クロービス・ファースト仮説を支持する学者は、ほとんどいなくなり、 もはやこれが通説でないことが確認された。現在では、クロービス以前に人類がこの大陸に到達していたことはまず間違いないと考えられている。なお、クロービスの人々が先住民族の重要なルーツの一つであること自体は否定されていない。クロービスファースト仮説が誤りであることは判明したが、最初の人類がいつどうやってアメリカ大陸へ到達したのか。 そしてどうやってローレンタイド表彰を超えて南アメリカ大陸へと進出したのかは未だ謎に包まれている。一部の学者はローレンタイド表彰によってカナダが閉ざされるよりも前、すなわち LGM 以前にすでに最初の人類がアメリカ大陸に到達しており、第2波として LGM 以降にベイリング地況からクロービスの人々が到達したとする説を提唱している。 一方、クロービスファースト仮説の大枠を継承しつつも一部を修正し、LGM 直後の1.9万年前頃からたびたび、ベーリング地境を通じた移住があり、クロービス文化を持つ人々はそのうちの一つのグループであったとする説もある。移動ルートには謎が残るが、回路を使ったとする説が有力である。シベリアからアラスカ、そして北アメリカ大陸西部、 南アメリカ大陸西部へと太平洋沿岸部を船で移動したとする説のほか、ベーリング地境からアラスカまで陸路で到達した人々がそこから回路でローレンタイド表彰を迂回したとする説もある。また、ヨーロッパから大西洋を横断したとする説もあったが、その後の遺伝子調査によって否定的な見解が示されている。シベリアイスキモーベーリング地球が水没し、 アメリカ大陸が隔絶されてからは、新たにシベリアからアメリカ大陸へ到達する者は、ほとんどいなかったと考えられている。しかし、シベリアとアラスカに住むエスキモーには、極めて多くの文化的、遺伝的共通点がある。多くのアメリカ先住民族のルーツが、最終表記に、シベリアからベイリング地況を渡ってきた人だとすれば、両者に一定の類似が見られるのは当然であるが、 その類似の程度は1万年以上分断されていたとするには無理があり最終表記以降も交流があったはずだと指摘されてきた2015年シベリアとアラスカの交流を裏付ける物的証拠が初めて発見されたアラスカスワード半島のエスペンベルグ岬の1100年ほど前の遺跡から青銅器や黒曜石などの遺物が見つかったのである鑑定の結果 アジアで採掘された金属が使われていることが判明し、シベリアを通じて文化的接触があったことが確認された。赤毛のエイリークレイフエリクソン10世紀頃、北ヨーロッパのノース人赤毛のエイリークがアメリカ大陸北東部の島であるグリーンランドを発見し、その息子であるレイフエリクソンがカナダのニューファンドランド島を発見した。 グリーンランド人の佐賀と赤毛のエイリークの佐賀に記載された発見の経緯は以下のようなものである。エイリークは父親の罪によりノルウェーとアイスランドを追放された。この際、グンビオルム・ウールフスソンという人物が漂流した時に西方に巨大な陸地があるのを目撃したと語っていたことを思い出し、この土地を目指すことにした。 船で大西洋の北部を横断したエイリークは982年頃にグリーンランドへの上陸に成功した。グリーンランドへの航路を確立したエイリークはアイスランドに帰還すると仲間を募り、グリーンランドへの集団入植を開始した。グリーンランド入植は成功し、エイリークはこの地の主となった。1000年頃、エイリークの息子であるレイフ・エリクソンは、 グリーンランドとノルウェーを行き来するうち、偶然にも、グリーンランドよりも南方のヘルランド、マルクランド、そして、ビンランドを発見した。彼は仲間を連れて、ビンランドへの入植を試みたが失敗し、グリーンランドへ帰還した。ビンランド発見は長らく佐賀に過ぎず、ビンランドがどこであるかすら謎とされていた。しかし、1960年に、カナダ東部のニューファンドランド島で、 佐賀の記述と合致するバイキングの遺跡ランスをメドウが発見され、彼らがこの地に到達していた事実が確定した。クリストファー・コロンブス先住民族はもちろん赤毛のエイリーク親子らによってアメリカ大陸が発見されていたことは事実としても、15世紀までヨーロッパの先進諸国の人々にこの大陸の存在は知られていなかった。彼らにとっての発見は、 1500年前後の出来事であった。イタリア出身の航海者、クリストファー・コロンブスは、地球級大説に基づき、ヨーロッパから東方ではなく、西方に進んでもアジアに到達できると考えた。スペインのカトリック領王の支援を受けたコロンブスは、1492年8月3日に3隻の船と約100人の乗組員を引き連れて、パロステラ・フロンテーラーから出航。 10月12日、彼らはアメリカ大陸沖のカリブ海に浮かぶバハマのサンサルバドル島へと到達した。その後、コロンブス一行はキューバ本島とイスパニオーラ島を発見。歓迎した先住民族たちから金品を略奪して虐殺した後に出港し、スペインへと帰国した。一般に彼がサンサルバドル島に上陸した1492年10月12日を、 コロンブスによるアメリカ大陸の発見と呼ぶ。アメリゴベスプッチー一方、アメリカ大陸の発見者としてその名を称えられている人物は必ずしもコロンブスだけではない。コロンブスは自身が上陸したのはインドだと誤認しており、新大陸を発見したとは認識していなかった。これに対し、 アメリカ大陸が新大陸であるという事実を発見したのはイタリアの地理学者、天文学者アメリゴベスプッチである。1497年から1502年まで3度に渡ってスペイン・ポルトガルの船に同乗して大西洋を横断したベスプッチは1503年頃調査の結果をまとめた新世界を観光。この中で大西洋を横断した先にあるのは アジアではなく、全く異なる、新大陸であることを指摘した。これにより、当時の先進国にとって、アメリカ大陸の存在は、基地の事実となり、アメリカ大陸発見の歴史は幕を閉じた。バルト・ゼーミューラーの地図通常、発見とは未知の事実に気づくことを言うが、未知の大陸であると気づくことなく、たどり着いたコロンブスを発見者と呼ぶべきかどうかは、結局のところ、 発見の定義によることになろう。地理学者のマルティン・バルト・ゼー・ミュラーは、ベスプッチこそが新大陸の発見者であると考え、ベスプッチの名前、アメリコから取ってこの大陸をアメリカと命名した。バルト・ゼー・ミュラーの地図はヨーロッパ中に普及し、アメリカという名称が定着した。一方、コロンブスの公開日誌の要約を出版したバルトロメデラスカサスは、新大陸の発見者は、 コロンブスであるからアメリカ大陸と呼ぶのは不適切であると指摘し、この大陸の名称をインディアス大陸としている。コロンブスの4度の後悔また最初にアメリカ大陸の本土に上陸したのが誰であるのかもしばしば論争となる。最初に本土へ上陸した人物としてよく名前が挙げられるのはコロンブス、ベスプッチのほか、ジョンカボットである。以上のように史実が 明らかになっていない点があるため、誰が最初に本土に到達したのかは不明である。コロンブスが描かれたコインコロンブスは一般的にアメリカ大陸の発見者として世界史における偉人の一人として扱われている。コロンブスがアメリカ大陸を発見した日である10月12日は長らく様々な国でコロンブスデーという名称で記念日として祝われていた。コロンブスデーは ペルーではアメリカ発見の日、バハマでは発見の日、ハワイでは発見者たちの日と呼ばれていた。破壊されたコロンブスの像一方、コロンブスを発見者として称えることに対しては先住民族らを中心に批判の声が絶えなかった。一部の過激な人々はコロンブスデーに合わせてコロンブスの銅像に赤いペンキをかけたり、銅像を破壊したり、セレモニーを妨害したりして、 抗議活動を行った。コロンブスによる虐殺コロンブスに対する評価が分かれる理由は、大別すると二つある。一つは、先住民族が遥かに先に発見していた土地を後から再発見しただけのコロンブスを過度に評価することは、極端なヨーロッパ中心主義であるとの見方があるためで、ある。もう一つは、コロンブスは先住民族に対する殺戮を繰り返して、 スペイン政府から逮捕された凶悪犯罪者としての一面を持つためである。2015年にアメリカ合衆国の国民を対象にして行われた調査ではアメリカ大陸の発見者に最もふさわしい人物としてコロンブスを挙げた人は22%に止まり38%の人がコロンブスデーを祝うことに反対した。現在ではコロンブスデーの名称を 先住民族の日などに変更し、先住民族虐殺の歴史を痛む人している国も多い。なお、欧米では、コロンブスによるアメリカ大陸の発見を中心に、ヨーロッパ各国が世界各地へ進出した時代を、発見の時代と呼ぶ。これに対し、コロンブスによるアメリカ大陸の発見は、ヨーロッパを中心にした偏ったものの見方であるとして、 東京大学教授の増田義郎が考案した日本独自の用語が大航海時代である。ユーラシア大陸からポリネシアへの移住太平洋の島々に住むポリネシア人がアメリカ大陸へ到達していたとする説がある。ポリネシア人が住む最も東の島であるイースター島はユーラシア大陸のマレーシアジョホール州南端から約 15,400km オーストラリア大陸の オーストラリア・ビクトリア州東端から約 9100km、アメリカ大陸のチリビオ病オ修正端から約 3500km の地点に位置し、地理的に最も近いのはアメリカ大陸である。ユーラシア大陸からここまで離れた島々へ移り住むほどの優れた航海技術を持っているならば、アメリカ大陸まで到達することも可能だったのではないかという考えからこの説が生まれた。 ポリネシア人がアメリカ大陸を発見していた可能性はあるが、2019年現在、それを示す、確たる証拠はない。サツマイモ従来、この説の最大の根拠とされていたのは、ポリネシア人がサツマイモを栽培していたことである。サツマイモは、南アメリカ原産の作物であるが、放射性炭素年代測定によって、ポリネシアのクック諸島には、 西暦1000年頃にはすでにサツマイモが存在したことがわかっている。しかし、その後2018年にサツマイモの遺伝子調査が行われ、ポリネシアのサツマイモは11万年前に南アメリカのサツマイモから分化した種であることが判明した。ポリネシアに人が住み始めたのは紀元前10世紀頃とされているので、ポリネシアのサツマイモは人の手によって、2007年には 南アメリカの地理で発見されたニワトリの遺伝子が、ポリネシアのアメリカ領サモアやトンガのニワトリと一致しているとする研究が発表され、ポリネシア人とアメリカ大陸との接触を示す新たな証拠として注目された。しかし、他の研究者からは、現代のニワトリの遺伝子の混入が原因であるとして、否定的な見解が繰り返し示されている。このか。 イースター島のモアイは、アメリカの古代文明の影響によって作られたのでは、内科など様々な仮説が立てられているが、真相の解明には至っていない。バスク人の捕鯨船フランスやスペインに住む、バスク人は14世紀から、カナダのニューファンドランド島で漁をしていたとする説がある。16世紀の歴史学者のベルトラン・ダルジャントレによると、バスク人は1375年頃にクジラを追って、 ニューファンドランド島にたどり着き、そこでタラの魚場を発見したが、魚場を独占するために長らくそれを秘密にしていたという。彼らがコロンブス以降16世紀の早い段階から、ニューファンドランド島で漁を行っていたのは確実である。しかし、2019年現在、バスク人が漁をしていた証拠が見つかっているのは1517年以降のもののみである。 文化的な共通点などを根拠に中国人がアメリカ大陸を発見していたとする説がある。イギリス海軍少佐のギャビンメンジーズは民の武将で長江外交及び貿易の責任者であったテイワが率いる戦団が1421年にアメリカ大陸を発見していたと主張している。これに対し多くの専門家は中国から東南アジアやインドを経由して 中東に向かう航路であったとして、メンジーズに否定的な見解を示している。2015年には、アメリカ合衆国のニューメキシコ州にあるペトログリフ、国定公園で古代中国の象形文字が発見されたとする研究が発表され、注目を集めた。この研究に対する評価は固まっていない。クロンファートのブレンダン・コロンブス以降、様々な国の神話や民話の中で、 アメリカ大陸発見に関する伝説が語られるようになっている。ありがとうございます。